JR 東日本キハイ E130 系気動車、キハイ E130 系気動車、キハイ E130 系気動車は、東日本旅客鉄道、JR 東日本の一般系気動車。水郡線の混雑緩和のため、同線で使用されてきた、キハ110系気動車の置き換えを目的に製造され、2007年、平成19年1月19日から使用を開始した。1999年12月の陸羽再選向け、キハ110系気動車の導入から、2007年1月の本系列導入までの約7年間、JR 東日本に新型一般系気動車が導入されない状況が続いていた。本系列は JR 東日本の気動車としては約16年ぶりの新規設計車となる。なお、本形式投入で捻出された。キハ110系気動車は他地区の車両更新に充当されている。両運転台構造のキハE130型と変運転台構造で2両固定編成を組むキハE131系、キハE132型が存在する。その後、久留里線向け、八戸線向けにも製造されたが、製造時期や投入目的等の違いにより0番台、100番台、500番台に、分かれており、100番台はキハE130型のみ、存在、2018年3月時点で計72両が在籍している。車体は E231 系電車の構造を踏襲したステンレス製軽量構え体で混雑緩和を定員増で対応するためキハ110系よりも広い幅 2900mm の広幅車体とし、客用扉は幅 1300mm の両開き扉を片側3カ所に設ける。車体腰部から裾部にかけて車体幅を絞った裾絞り構造であり、側出入り後部の靴ずりを延長して車体とホームとの間隙を小さくしている。前面は FRP 製で JR 東日本一般系電車の標準形状に類似するが、貫通扉を装備し印象が異なる。連結面間距離はキハ110系と同一の2万 mm である。空調装置は集中式の AU732 型を屋根上に搭載する。0番台と500番台の座席配置はセミクロスシートで、100番台の座席配置は全席ロングシート。行き先表示器は前面、側面ともに LED 式で、側面のものは日本語と英語を交互に表示する。車内の乗務員室出入口上部には LED 式の旅客案内表示装置を設置する。自動放送装置は日本語と英語の2カ国語対応のものが搭載され、ワンマン、車掌乗務ともに自動で案内放送が行われる。ボックス式、クロスシート部は1から2の3アブレスト、ロングシート部は1人当たりの座席幅を従来より 20mm 拡大して余裕を持たせている。座席モケットは暖色系の配色である。座布団、セズリの詰め物はリサイクル可能なポリエステル製綿の成形品を使用する。本系列は各部にバリアフリーに配慮した設計が施される。床面の高さをキハ110系より 45mm、下げて 1130mm としたほか、車椅子スペース、全車や車椅子対応の洋式トイレ、0番台と500番台を設ける。車椅子スペースには、車椅子に座ったまま使用できる高さに、対話型の車内非常通報装置を設置する。0番台と500番台のトイレは、車椅子スペースの向かい側に設置し、JIS規格に適合する電動、手動の車椅子で、使用可能な空間を確保し、客室内の見通しを妨げないように枕木方向の寸法を可能な限り切り詰めている。汚物処理装置は真空吸引式で臭気対策を図り、トイレ出入り口はボタン操作による自動開閉式である。優先席部分にはオレンジ色のつり革を低い位置に設け、客用扉にはドアチャイムや開閉時に赤色で点滅するドアランプが設置された。側窓は上下分割上部加工窓と固定窓を組み合わせた大面積の使用で、ガラス素材は高線透過率の低い乗用車用、ハム用強化ガラスを用いる。熱線吸収率も強化され、赤外線を 100% 遮断する IR、カットガラスである。駆動用のディーゼルエンジンは、環境負荷に配慮し、北海道旅客鉄道、JR 北海道のキハ150型が搭載している NKDMF15HZ をベースとしつつ、排気中の窒素酸化物や粒子状物質を低減できるコモンレール式燃料噴射装置などを採用した小松製の新型ディーゼルエンジン SA6D140HE-2 JR 形式 DMF15HZ 低角出力 450PS 2000RPM を採用している。車体重量は増加したが、変速機の性能向上によりキハ110系とほぼ同等の駆動性能を確保し、同系列との並結運転も可能である。実際、水郡線の車両交代期には、両車の並結運転も行われていた。台車は、軸両式のボルスタレス台車 DT74 系、動力台車 TR259 系、付随台車である。運転室はキハ110系に準じた、半室構造で、非貫通時は、客室との間に設けた引き戸により、運転室及び助手側の空間を客室と完全に仕切る構造である。引き戸には傾斜式固閉装置を取り付け、貫通時には扉が開いたままにならないように自動で閉とする構造である。貫通時は運転室を開け戸により完全に仕切ることができる。主幹制御機は左手操作式ワンハンドルマスコンが採用されている。保安機器では緊急停止装置、EB 装置と緊急列車防護装置、手装置を標準装備している。各番台とも乗務員室内には異常時に非常用はしごとしても使用可能な補助腰掛けが設置されている。またワンマン運転時は下部の運賃箱と上部に回転式の仕切りで客室と区切る構造である。運賃箱は助手側背面に完全収納できる。運転室背面仕切り部には非常用脱出口が設置されている。水郡線向きに導入された車両で2007年度にキハ E130 型が13両、キハ E131 系、キハ E132 型が13本、計26両製造された。変運転台車の一部が東急車両製造製である以外は新潟トランシス製であり、配置先は水郡線営業所である。外装デザインは形式によって異なっている。キハ E130 型は久慈川と紅葉をイメージした赤色。キハ E131 系、キハ E132 型は久慈川と新芽をイメージした青緑色とされた。各形式とも前面は黒色の地に黄色の帯を配し、前面周囲は白色、客用扉は金色である。久留里線で使用されてきた、キハ30系、キハ37型、キハ38型を置き換える目的で導入された車両で、2012年、平成24年にキハ E130 型が10両導入され、久留里線内房線、外房線でキハ E130 から101を中心に試運転を行った後、同年12月1日より営業運転を開始した。配置先は、幕張車両センター、木更津派出である。前述の通り、本番台のみ、ロングシートで、かつトイレが設置されていない。バリアフリー対策も施され、車内構造の基本的な考え方は、E233 系電車などと同様となっている。塗装は、全車共通で、キハ 37.38 型で使用された青、緑、木を引き継ぎつつ、パターンを一部変更し、正面は緑の外側に黄色、側面はドアが前面機、側窓の上部に青、下部に緑を配している。全車両が新潟トランシスで製造された。八戸線で運用されている、キハ40系、キハ48系の更新を目的として導入された、車両でキハ E130 型が6両と、キハ E131 系、キハ E132 型が6本、計12両の合計18両が導入された。2017年12月2日から営業運転を開始した。配置先は八戸運輸区である。八戸線向けの車両の調達にあたっては、試行的措置として、これまでのように特定のメーカーに製造を直接依頼するのではなく、国内外のメーカーを参加対象にした公募の形により調達が行われもので、2014年11月28日に調達予定が公表された。公募で選出された結果として、既存のキハイ130系0番台、100番台とほぼ同じ仕様の車両が投入されることになった。100番台と同様、全車が新潟トランシスで製造された。塗装は太平洋をイメージした水色の帯が入ったもので、八戸線のシンボルである海猫のマークも描かれている。2018年3月17日のダイヤ改正で、キハ40系、キハ48系、リゾート海猫を除くをすべて置き換え、これにより八戸線の冷房化率 100% が達成された。BR なお、500番台においては既存の自動放送に英語放送も追加された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。